なたは幸せの方程式をご存知ですか？もしそんなものがあったら、ぜひ知りたいと思いませんか？答えは動画の中でお伝えしますね。こんにちは。素敵な生き方、みなチャンネルのみなです。突然ですが、あなたは今、幸せですか？多分、すべての人が幸せを求めて生きていると思います。自分から進んで不幸になりたい人なんていらっしゃらないですよね。ですが、もしかすると、残念ながら、私は今幸せじゃないと感じている方もいらっしゃるかもしれませんね。幸せって本当に何なんでしょうか？私と同じ世代の方であれば、昔明石家さんまさんが幸せって何だっけ何だっけ、ポン酢醤油のあるうちさと言っていたコマーシャルを覚えている方もいらっしゃるでしょう。そこで今日はシンプルに幸せになる方法についてお話ししたいと思います。と言っても、今のあなたが幸せじゃないなんて言ってるんじゃありませんよ。むしろ今のあなたがそのままで間違いなく幸せだということを実感していただくために、この動画を作りました。そしてこれだけじゃまだ足りないという方に、今以上にさらに幸せになれるたった一つの、しかも誰にもできる本当に簡単な方法をお伝えしますので、今日もぜひ最後までご覧ください。このチャンネルでは、素敵な生き方に関心のある方々に向けて、お金に困らないで心豊かに、そして健康に生きていくためのヒントになる情報を発信していますので、チャンネル登録がまだの方は今すぐチャンネル登録をなさってくださいね。ご覧いただき、いいなぁと感じていただけましたら、高評価もぜひお願いします。ところで、人はどうして自分のことを幸せに感じたり不幸だと感じたりするのでしょうか？古今東西、幸せについては本当にたくさんの人が考え、また研究してきました。これは人類発祥の時代からと言ってもいいかもしれませんよね。そんな昔から考えているのですから、人類はその正解にたどり着いても良さそうなものですよね。ところが、そんなものはどこを探してもありません。なぜでしょうか？答えは簡単です。それは人によって幸せの形は違うからです。YouTube 内でもたくさんの人が幸せになる方法についての動画をアップしています。あるいはあなたもそうした動画をいくつかご覧になったことがおありかもしれませんね。もしかすると、そうした動画の関連動画に表示されていたので、ここまで来てくださった方もいらっしゃることでしょう。ご覧になった動画の中には、なるほどと思われたものもあれば、そんなの全然違うと思われたものもあったかもしれませんね。それもそのはずです。なぜなら、人が言う幸せは、その人独自のものであることも少なくないからです。少し乱暴な例えかもしれませんが、あなたの一番好きな食べ物は？と聞かれて、カレーと答える人もいれば、お寿司と答える人もいるでしょう。あなたにとって一番かっこいい人は？と聞かれて、高倉健さんという人もいれば、平野翔くんという人もいれば、うちの旦那さんという人もいるでしょう。幸せの形もそれと同じで、
人によって違うということを覚えておいてくださいね。とはいえ、それで終わりでは元も子もありません。では、ここからは精神科に関わる現役ナースとして、脳と幸せの関係についてお話ししてみたいと思います。今までも何度か動画の中で触れたことがある幸せホルモン、皆さんはご存知ですか？その一つはセロトニン、そしてもう一つはオキシトシンです。セロトニンが脳内で働くと、人は穏やかな気持ちになり、調子がいいな、気分がいいなと感じることができます。オキシトシンは出産や授乳の時に分泌されるホルモンとしても知られ、人を社交的にして不安や恐怖心を和らげる効果があります。これら2つのホルモンが分泌されると、人は幸福を感じることができます。セロトニンは規則正しい生活をして、朝日を浴びたりすることによって分泌を促すことができますし、オキシトシンは親しい人と食事をしたり、おしゃべりをしたりするだけでも分泌されるようですから、もしこの頃気分が良くない日が続いているなぁと感じられるようでしたら、こうしたことを試してみるのも良いかもしれませんね。さて、ここでとても大切な事実を一つお伝えすると、このセロトニンもオキシトシンも量の違いはありますが、すべての人が持っているということです。言い換えれば、すべての人は自分の中に科学的な意味での幸せの種を持っているということになります。そして今回の動画では詳しくお伝えしませんが、これらは当然お金で買う必要はなくて、誰でも増やすことができるということです。どうしても幸せを感じることができないという方は、もしかするとこうしたホルモンのバランスが何らかの影響で崩れてしまっているのかもしれません。そんな方がいらっしゃいましたら、お医者さんに頼るのも一つの選択肢として覚えておいてくださいね。私も精神科のナースとして、心のことでお医者さんにかかるということのハードルをぜひ下げたいと思っています。皆さん、どうかご無理はなさらないでくださいね。では、ここからは少し視点を変えて、私たちは日本に住んでいるだけでとてもラッキーだということをお伝えしたいと思います。私たちは他の人を見て羨ましく思うことってありますよね。でも、ちょっと立ち止まって考えてみてください。世界には約80億の人が生きています。私たちには信じられないことかもしれませんが、このうち8人に1人にあたる8億6000万人以上の人が1日200円程度で生活することを余儀なくされる、いわゆる絶対的貧困の状態にあるとのことです。あなたは1ヶ月6000円で家賃、光熱費、食費、その他諸々を賄うことができますか？そんな生活、普通は考えも及びませんよね。万が一、仕事もお金もなくなってしまっても、日本では生活保護というセーフティーネットに頼ることができます。身の危険についてはいかがですか？皆さんよくご存知のウクライナ、ロシアとの戦争をはじめ、アフガニスタン、シリア、トルコ、リビア、スーダン、そして他にも多くの国や地域で、明日の命も知れない状況の中で生活しなければならない方もたくさんいらっしゃいます。私たちのうち、一体何人が今日眠ったら明日は目を覚ますことはないかもしれないと考えて眠りにつくでしょうか？水についてはいかがですか？
以前の動画でも取り上げましたが、水は私たちの命に関わるとても大事な飲み物です。ところが2022年にユニセフ、国連児童機関、 WHO 世界保健機関および世界銀行が共同で発表した報告書の中では、世界人口の4人に1人は安全な水が飲めない状況に置かれているとのことです。蛇口をひねればいつでも飲み水が確保できる場所で生活できるというのは、とても恵まれていることではないでしょうか。確かに、もしあなたが今不幸のどん底にいらっしゃるならば、こんなことを言われても、だからどうしたという気持ちになられるのも無理はありません。もちろん私だってしょっちゅう落ち込むことはありますし、お説教じみたことを言いたいわけではありません。ですが、私たち日本人はこの日本という国に生まれ、ここに住んでいるだけで、世界人口の中の80分の1の幸運な人々の一人であるということを、時には思い起こしてみるのも良いのではないでしょうか。ここまでお聞きになっても、自分自身の幸せを実感できない方はいらっしゃるかもしれませんね。では最後に、お約束通り、誰にでもできて、しかもこれをすれば誰もが今よりも幸せになることができる、本当に簡単な方法をお伝えします。それはズバリ、人と比較しないということです。冒頭でもお伝えしましたが、人類はいわば幸せの方程式を長年探し続けていますが、未だ誰も発見してはいません。それはなぜかといえば、幸せの形は一人一人違うからです。とはいえ、幸せの方程式は見つからなくても、不幸の方程式はもう見つかっています。それが他の人と比べることです。人間はないものねだりをする生き物です。上を見ればキリがありません。ですが、私たちは日本に生まれただけでもかなりラッキーだということは、先ほどお伝えした通りです。立ち止まって、時には自分が持っているものをもう一度見つめ直してみるのはいかがですか。しっかりと自分と向き合えば、あなたはあなただけしか持っていないものにきっと気がつくはずです。ということで、今日は幸せになる方法についてお話ししました。もし今日の動画がお説教臭く感じられてしまったら、ごめんなさい。これは皆さんにお説教するために作った動画ではなく、私自身に言い聞かせるために作った動画でもあるんです。私自身、人の目を気にしがちなのですが、自分の中にしかないものや自分が置かれた状況がとてもラッキーだということを忘れず、これからも日々の生活の中で幸せをかみしめて歩んでいきたいと思います。いつも皆さんが見てくださっていること、本当に励みになっています。今日も最後までご覧いただきありがとうございました。また次の動画まで、皆様お元気にお過ごしください。